い、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。生放送は慌てるね。本当に大変ですよ。本当ですね。まあいろいろありましたけれども、すいません。ブースト TV のね、生放送これから始まります。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まずはちょっといつものね、はい、いつもの説明をさせていただきます。この番組は逆転裁判シリーズの、企画監督演出の匠俊による、完全新作ミステリーアドベンチャーゲーム任天堂 DS 用ソフトゴーストトリックの発売を記念して、クリエイター匠俊を皆さんにもっともっとよく知ってもらおうということで、これからなんと90分にわたって90分ですよ。はい、皆様にお送りしていきたいと思います。はい、ということで、はい、プロモーション担当の石川です。はい、取り付くなら何に取り付きたいですか。じゃあいつもの長作、竹下さんのお財布です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、拍手。はい、ゴースト TV ディレクターのうっちーでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。取り付きたいのはですね、たくみさんのコメラです。すごい面白い文章が毎回毎回応募出てくるんでね。はい、ということでよろしくお願いいたします。もうね、大変でしたね。大変でしたね。大変でした。5分くらい前ね。本当ですね。えらいことになってたわけですよ、これが。本当ですね。びっくりしましたけれどもですね。はい、そういうことで始まりましたこのゴースト TV なんですけれども、はい、現在ね、たくみさんが行ってます、ツイッター連動企画ゴーストツイート、こちらと連動しておりましてですね、今後ろにこう、はい、お、いた、いた、すいませんでした。皆さんありがとうございます、はい、たくさんの こういった形でですね、ツイートがどん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 こうハッシュタグによってこう流れていってるわけなんですけれども、ということで、はい、そろ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 やっぱりね、主役のお二人に登場してもらいたいかと思うんですが、よろしいですか。ね、もう準備はよろしいでしょうか。準備はいいですか。はい、はい、飴舐めてます。飴舐めてます。飴を舐めながらですね。はい、登場していただきましょう。はい、ということで、はい、私はゴーストトリック、プロデューサーの竹下ひろのこと、ディレクターの匠俊でございます。どうぞ。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。拍手しながら入ると、なんかどうみたいな感じになりますけど、どうも。はい、ありがとうございます。お疲れ様でございます。はい、お疲れ様です。どうも。はい、来られて、もう即こんな感じでもう生放送ということで、そうですね、はい、はい、ね、ですけれども、改めましてこんばんはという感じなんですね。はい、はい、自己紹介の方をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあどうぞ。はい、はい、さっき成田から戻ってきました。ゴーストトリックプロデューサー竹下ひろのぶです。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。プロデューサーです。ジェルクさんです。はい、同じくゴーストトリックの、ディレクターです。たくみしゅうです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと今飴舐めてるんですけどね。はい、風がですね、結局あまり感知せずですね、なんと喉飴を舐めてるんですけど、舐めながらなんですけど、1個しかないんですけど、ちょっと心もとないな。誰か飴買ってきて。もう1回買ってきて。はい、後ほど。はい、はい、はい、じゃあ、はい、進めてください。ではですね、はい、早速なんですけれども、はい、発売、記念ムービーというものがございますので、これ、はい、今回初公開になるんですか。一応媒体さんっていうか、ウェブの媒体さんではもう見れるものなんですけど、はい、まあ、まだ見られてない方も多いと思うので、はい、まあ、発売記念トレーラーということで見ていただきたいなと思います。はい、はい、ではよろしくお願いいたします。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうかという感じで、僕はいいと思いますよ。良かったです。おすすめです。おすすめです。はい、何度見ましょう。はい。何度見ましょう。そうですね。はい。ちょっと雨も届いたんで。あ、雨も。ぜひぜひ。ちょっと言っていいですか。はい。早速、決めて。決めて。一粒。言っておいてください。ちょっと喉がね。はい。その間、こっちは、内田さん、進めといた。うちさんでいいですか。はい。はい。うちさん。はい。うちさん。うちで大丈夫です。はい。すいませんね、なんかもう本当に。いや、今日本当段取りわかんないですから。まだ時差ボケ真っ最中、時差ボケあって、この週ずっとアメリカ行ってて、雨降ってるしね。今雨は俺のせいじゃない。また雨です。そうですよ。なんかそうです。噂じゃ、なんか明日発売記念すべき日、なんか雨っぽいですよ、はい、ね。俺のせいじゃない。東京行ってまたなんか雨が不明な論争がな。まあいいですけどね。はい、今日はまあじっくり1時間、うん、雨男談義について、はい、それで全部終始するという、はい、雨だ雨だと。いやびっくりしましたね、はい、我々ね、スタジオ入るときは全く降ってなかったんですよ。そうなんですか。どうもお二人が連れてきたんじゃないかっていうですね、噂が。マリタについてはもう降ってましたよ。なんかパカッと開けると開けるとね、困りましたね。え、はい、ですよ。どうですかね、こちらの。そうですね、なんか皆さんから結構ツイッターのメッセージも、はい、そうですね、今日は随時、はいはい、口頭で答えられるものは答えようかと思いますが、たくみさんのマイクもっと近づけてって書いてありますね。はい、近づけてください。すいません、なんかね、これがうるさいんだな。たけしさん声はすごい通りますよ ね、 ね、声はっていうか、おそぼさせるのかな。はい、こんな感じでしょうか。お、いいね、皆さん聞こえますかね。はい、はい、じゃあ早速なんか行くすか。全然進んでないですね。行くすか、答えましょうか。質問がないんですよね。質問ください。曲が質問、答えやすいの。答えやすいね。うわー、はい、うん、答えやすい。あ、みんなお疲れ様ですとか。あ、みんないい人だ。本当ありがとうございま す、 いますもう全然もう疲れてないですよね。ね、疲れなんか吹っ飛びますよ、はい、もう明日発売ですからね。もうなんか、ね、なんかテンションが今、ね、最高じゃピーってなってます、ね、成田エクスプレスでもこう、うん、明日いよいよ発売、ちょっとドキドキするねなんていう話をちょっとしてたんですけど、どこに今回イベントとかこうやってやらせていただいてるじゃないですか、はいはい、いつも今回初めてなんですよ、そういうのね、うんうん、あると余計になんか意識せざるを得ないというか。そうだね、やっぱ明日発売だぜみたいな感じに。あともう十何時間とかで。そうですよ、十何時間ですよね、うん、そうですよね、そうですよね、はい。いや、のど飴は何味ですか。ですね、オレンジです。オレンジ。これがお気に入りなんですか。はい、どなたの。ですね、今の細々さんからの質問ですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんて答えやすい質問をね。答えやすい質問オレンジです。もう答えやすいって言ってるうちに腰引けてんじゃん。話もなくはないんですが。そうですね、はい。ではですね、まあはい、そんなこの5月12日から始まりましたゴーストツイートなんですけれども、はいはい、ここでですね、竹下さんより重大発表というか、はい、ご報告というかあるそうなんですけれども、はい、はい、あ、何なんか来た。なんか来ましたよ。そんな最初の段取りなかったね。裏見せないでください。裏はダメだ。はい、映ってんの。映ってます。映ってる。映りました。映った。大丈夫ですか。今ちょっとメインの、はい、メインの開始のモニターがちょっと今調子が悪いみたいなんですけど。そうなんですよ、何が映ってるか分かんないですけど。なんかこのことに。あ、なるほど。現地の感触も良かったんでしょうかって来てますね。いや、俺の話やから。俺話してんねん。頼むよ。はい、了解しました。はい、ついにプロデューサー、竹下色信がゴーストツイートに登場。後ろに書いてある。裏に完璧。あ、はい、裏に書いてあるらしく。ID、TAKESHITA_GT ってことで、うん、はい。私がなんか乱入することになり、はい。はい、大丈夫なんですか。かなりつまらないと思う。どんなつぶやきになるんですかね。基本はぼやきです。言っちゃった。はい、眠いと疲れたしかない。眠い疲れた、おはようおやすみ。あ、この4つで前向きな感じがしますね。だろ、特におはようが。朝におやすみとかね。寝るぜと今日は。帰る時におはようとかね。はいはい、で逆どんだけ5時からやねんみたいな。裏見せたらダメですよってメッセージ来てますね。あ、裏は、はい、はい、はい、裏は見せません。
お店にじゃん。はい、それもいいですか、もう。はい。なんか、そんな感じでやるらしくですね。はい。はい。で、はい。竹下さんは、たくみさん唯一 の、 そのフォロワーとして、はい、つぶやきをしていただくということで、はい、今サーケンデンです。聞いてなかった、何ですか。たくみさんが、たくみさんをフォローしていただくと。マジで嫌だとは思うけどね。めんどくさいな。これでやるんですか。あ、こっちは。こっちでも、どっちでもいい。ここにご用意してございます。おお。よいしょ。これ、有無を言わさずもうフォロー。フォローするんですね。するという。またこれ、竹下さんこれ自分の写真なんですか、アイコンが。絵が間に合わなかったらしい。ああ、なるほど、なんかすごい。途中で変わるかもしれないです。おお。都合が悪くなったら、はい。なんかお見合い写真みたいな感じ。まあいいけど。竹下アンダーバー GT を、ね、フォローになっちゃったんですかね、これで。はい。そうですね、フォロー。聞いてみよう。お、来てますかね。来てる。どうなんだろう。どこ見ている、マイプロフィールですか、うん、この設定のですね、フォローしてゼロですね、はい、フォロー1になってないと な、 るよ、多分なりますか。あ、なった。おお、なりました。なんかお見合い写真出てきた。お見合い写真こだわりますね。はい、もうでも、もうそろそろ50人突破ですよ。え、フォローされている、すごい。あ、もう50突破しましたよ。おお、じゃあ僕もうフォロー外していいですかね。こうなったらもういいでしょ。こっから伸びひんかったらどうするんだ。頑張って盛り上げていきましょう。頑張って、はい、はいはい、この番組の最後にですね、実はその、うん、竹下さんに一体何人のフォロワーがつくのかっていうのもね、うん、見てみると面白いかもしれません。今、さっき53人53でしたか ね、 ね。じゃあ、500超えなかったらどうします。500超えなかったら、超えないだろう。そこまで自信ない。早速出ましたね。こういうぼやきが出ました、ぼやきが。はい、はい。まあ、そんな感じで、はい、あのね、グダグダの掛け合いを、まあ、ですか、はい、やっていくかも。はい、わかりました。じゃあ早速明日おはようから始めましょうか。おはようから、はい、お休みまで、お休みまで暮らしを見つめる、見ましょうかね、暮らしを見つめる。暮らしを見つめる何かがあるのか、何かがあるのかもしれませんが。なるほど。ではですね、はい、どうすんな、フォロワー系だったら大丈夫ですよ。今より減ってたらどうする。そういう加速外すんだ。すごいこう、大丈夫ですよ、みんなおはようって言ったら 50人がみんなおはようってきます。マジであったり、これが舞い上がってきた、はい、よかった。よっちさん、僕ら1個に進めないから、ちゃんと進めてもらわないと。この感じでずっと進んでいただけると、はい、いいですか、全然いいと思います。はい、はい、ていうか何やるかちょっとね、あんまり分かってないんですよ。え、もうね、リハも全然できなかったですからね。今日もあの時差ボケって言っとけば何でも通るんで。無敵無敵のワードですよね、それ ね、 ね、時差ボケって。時差ボケです、はい、あ、アメリカ帰りです。いっぱい来てますよ。あ、はい、はい、早くもフォロー数100超えそう。おお、竹下さん、すごいなんかうまいことお膳立てしたところに当店乗っかってきた感じですね。ねえ、うん、新打ち登場みたいな。いつも新がりって言われるんだけどな。なんとうっかりフォロー、おいおい。春さん、温かく見守ってください。うっかりフォローっていう言葉があるんです ね、 ね、 うっかりフォロー、うっかり八兵衛みたいなね。今、ちゃっかり八兵衛ってなってるの知ってる、聞いてる。ちゃっかり八兵衛、え、あ、そうなんですか。今、ちゃっかり八兵衛な。なんでですか。知らん。すみません、ちょっと広げられなくてすみません。はい、じゃあ質問。はい、これがなかなかね、あの質問が、司会の方の方が声大きすぎます。すいません、ウッチーさんです。はい、すいません。あのお二人とも、アメリカ帰りというところでですね、はい、アメリカ帰り、はい、E3 行ってきましたよ。はい、どうでした、なんかその感想みたいなのをちょっと聞かせていただけると。はい、なんか E3 って、はい、E3 自体をちょっと簡単に、はい、説明をした方がいいかなと思うんですけど、はい、まあ、エレクトロニックエンターテインメントエキスポっていう名前なんですけど、要はアメリカの、まあ、ゲームショーです。で、まあ、そのまあ、アメリカのといっても、うん、全世界 の、 そのゲームメーカーさんが、まあ、ゲームをその年であったり、来年度以降 の、 その新作を、まあ、発表する、まあ、出展して触れたりですね、まあ、
ビジネスミーティングなんかもあったりするところで、僕らは今回ゴーストトリックを出してですね、はい、カプコンのブースと、まあ、その任天堂さんのブースにも1台出させてもらい、その間こうね、海外のメディアの方の取材なんかも受けてですね、っていう活動をしてきたんですけども、はい。中見さん、顔描くのが癖ですか？顔描くの顔描くの癖のことを来てますけど。どうなんですか？なんでしょうね。癖ってでも自分で分かんないですよね。分かんないね、うん。確かに。言われて初めてそうかなっていうか。竹下さん見てるとね、電話かけるときにこうかけるんですよ。うん、ああ、俺左が利き耳だからね。ああ、なるほど。利き耳にこだわりが。普通にないけど、なんかこう、はい、こういう感じで。そうですね、ちょっと書くのをちょっと抑えましょうかね。だから左にすると、はい、メモとかは取りやすいじゃん、昔。でもこうですからね。それは多分左、カバン持ってるから。はい。はい。こんなツイートやったらもう、あれだね、フォロワーガーン減るんちゃうかも。飴食べすぎ。面白く、何噛んでるやん。飴舐めすぎ、舐めすぎみたいな、まあ、真面目にやると自作手なんでね、はい、しょうがないですよね、まあ、その E3 なんですけど、E3 話ですね、はい、そうです、そうです、はい、うん、まあどうでしたかと、はい、海外の反応なり基本的にあれですよね、はい、一般のユーザーではなくて、そのプレスの関係者だったりとか、うん、メーカーの関係者だったりとかの方が見に来るっていう感じだったので、はい、メーカー流通プレス、そうですね、それでもすごい人が入ってましたよね、すごいですね、うん、で僕たちは1日2時間ずつその取材の時間というのがあって、はい、いろんな国の方の取材を受けたんですけども、うんうんうん、結構10個ぐらい受けたかな、10倍体ぐらいですね、あれですね、皆さんが結構逆転裁判を知っててですね、しかも遊んでくれてて、うんうんうん、しかも結構好きだよっていうことを言ってくれたりとかで、またそうですね、ゲーム1個だけなんか1社だけまだプレイしてないっていう方がいたんですけども、その方はなんか後で遊んでくれたらしいんですけども、うん、基本的に皆さん遊んでいただいて、うん、とてもそのやっぱり斬新であったりとかですね、うんうんうん、アニメーションがすごいとかですね、うんうんうん、いうことを言っていただいたのがすごいそうよね、印象的で嬉しかったです、うんうん、行く前は結構もうなんか結構アウェイっていうか、ね、アウェイね、やっぱりそのアメリカはその特に、うん、まあそのシューターって言われる、まあまあバン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 銃で撃って敵を殺していく系のゲームか、やっぱアクションゲームっていうものが中心で、まあそのね、過去逆転裁判シリーズも出してはいるんですけど、まあ、そんなにこうめちゃめちゃメジャーってわけではないんですね。なのでまあ今回そのまあ、ゴーストトリックでどこまでこうみんなに分かってもらえるのかなっていうところを、まあある種のね目標としてやってきたんですけど、はい、割といろいろやってくれてたり、ね、中にはね、うん、僕の彼女が好きなんだよなんてこう言ってる人もあり、まあ、モノマネはやってる、あのギャラリー失笑しないまあ今の英語でね、英語でどんな感じでしたっけ、え、いや僕の彼女がさ、キャプテンハイバーシリーズの大ファンでさ、なんてぜひとも彼女に自慢したいから写真を撮らせてくれよなんてこうやってこういうのをやってたりとか、めちゃめちゃ偉そうな感じ上からですね、本当はもうちょっとフレンドリーな人やったんですけどね、本人の名誉のために言っておきますが、また書いちゃったまあそういうので、なんですかね、ちゃんと見てくれてるっていうのはすごい匠君は嬉しかったっていう、いや本当嬉しかったですね、うんうんうん、なんていうかそのニュースとしてはその海外の人も遊んでくれてるっていうのはよく聞くんですけども、うんうんうん、実際その、ね、記者の方であったりとか実際に聞いて僕やってるよとか言われたりとかすると、うんうんうん、やっぱり感じは全然違いますよね、うん、本当にやってくれてるんだなとか、やっぱり直接ね、うん、そういうふうに言われると、そうですね、うん、僕今回初めて海外のショーに、ああそうね、だから E3 ショーに行くのは匠が初めてで、うん、はい、そういう意味では海外のプレスと話をするのも初めてかな、初めてに近いんじゃないかなと思いますね、まとめてというか、お話できて本当に良かったですね、うん、最初はどうなるのかと思ったりもしましたけど ね、うん、割とその海外の人ってこう取材、まあ、ちゃんと予約を入れてても、はい、取材をこう、ね、こうブッチするっていうことがあるらしいです、ね、なるほどなるほど、なんと、その辺はやっぱり何ですかね、新しいスクープがあるとそっちに行っちゃうというのもあり、こっちもこう気が気じゃないですね、次の人来るのかなとか一本遅れてるよとか、あ、なんかそういうので、ちょっと心配だったんですけど、
でも皆さん、皆さん来てくれまして、はい、はい、そうですね。いや本当お疲れ様でした。はい、まあ、なんか ねそうやって長旅でお疲れと思うんで、はい、あのまあお腹空いてらっしゃるんじゃないかななんて、まあ、結構。飴舐めてるのか申し訳ないんですけども、はい、あの番組始まる前にですね、実はちょっと頼んでおいたものがありますので、はい、もう届いてるかなと思うんですが、来ました。これは、どうやって、なんというかドミノピザですね。はい、ピザの中身をカメラにお見せしようとした瞬間にパイ投げ的なひっくり返すみたいな、はい、こんな感じですか。こんな感じで、お、はい、これは何ですか。これはあの全部の、26種類のトッピングがですね、はい、乗っかってる全部のせですか、全部のせですか。全部のせですね。おお、はい、すげえ。ちょっと数えますよ、これは。26全部数えましょうか。オニオン、ペコリン、ロサム、グリルナス、グリルズッキーニ、ローストチキン、テリヤキチキン、トマト、パイナップル、ブラックオリーブ、粗挽きソーセージ、イタリアンソーセージ、マッシュルーム、コーン、ポテト、生ベーコン、エビ、ホタテ、イカ、ブロッコリー、パプリカ、マヨネーズ、スライスベーコン、フレッシュモッツァレラ、チーズ、ガーリック、フレッシュバジルの26トッピングでございます。竹下さん、マッシュルームが好きなんですよね。もうマッシュルーム好きです。一緒にマッシュルーム食べて、じゃあぜひぜひちょっと召し上がっていただきながら。いけるかな。じゃあすいません、何度も出てきてすいません、お口を入れてください。はい、ドミノピザさんの、ドミノオンライン本店とゴーストトリックでプレゼントキャンペーンを実施しております。ドミノオンライン本店のお客様登録をしてゴーストトリックがなんと100名様に当たります。めちゃめちゃ頭邪魔ですよ、すいませんね。はい、詳しくはこちらのサイト、ドミノピザさんのサイトを見てください。どうぞ召し上がってください。はい、ここ貴重な時間がなんかあれですけどね。うん、石川さん、髪型変わった？変わった。すごいですね。す、答えないと。あ、はい、あの、すいません、ちょっと髪切られすぎて完全にパッツンにされました。すげえ恥ずかしい。すいません、ありがとうございます。失礼します。恥ずかしい。こういうのがこの生の怖さですよね。ね、恐ろしいですね。どこからこういう情報が来るかわからないですからね。味の感想を、はい、味の感想、食べないと食べましょう。何種類でしたっけ。26種類ですね。全部読み上げますか。はい、オニオン、ペペロニオン、ロサムでいいですね。26です。26、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。はい、こんにちは。なんか2人とも黙っちゃうとやばいですよね。そうですね。じゃあ、内さん、繋いでおいてください。はい、あの召し上がってる間にですね、はい、さっきこの26種類のトッピング、いや、ですね、あのですね、うん、これはすごくあのオーダーというか注文というかそういうご要望がですね、多くてですね、うるさい、あそこ、なんだろう、この音は、なんだろう、この音、聞こえるかな、ちょっとびっくりしますけどもね、ギリギリって言ってますけど、そういうオーダーが多くて、でも全部のトッピングを乗せてしまうとですね、うん、あ、美味しい。あ、本当ですか。美味しい、美味しいですね。そうです、マジで。このバランスも考えて全部乗せてあるっていうのがポイントらしいですね。うん、なんだ、この音は。これは視聴者の皆さんに聞こえてるんでしょうかね。うまいです。ありがとうございます。まあ、ちなみにで、これを買うと、はい、うん、ゴーストトリック当たる。違いますか。はい、じゃあもう一回やらせていただいていいでしょうか。はい、あの、ドミノピザさんのドミノオンラインですね。ドミノオンラインのお客様登録をして応募していただくと100名様に任天堂 DS 用ソフトゴーストトリックが当たりますという、はい、詳しくはこちら の、はい、あのアドレスが見えてないですよ。はい、詳しくはこちらのアドレスまでよろしくお願いします。髪型も変わります。いじらないでください。食べ物をね、もう召し上がっていただいてると思いますけど、はい、はい、飲み物もちょっと必要なんじゃないかなと思いましてですね、はいはい、そちらの方もご用意させていただきました。はい、お待たせいたしました。うん、うん、はい、髪型変わった。あ、そんなには、はい、今度はこちらが届きました。はい、うん、はい、じゃあこちらもすいません、はい、告知させてください。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、関東と関西で、いろいろな店舗さんを出されているジューサーバーさんとのゴーストトリックのコラボレーションジュースです。見えないか。見えないはい、その名もなんとゴーストトリック、今絶賛発売中です。通常サイズは220円、 L カップは300円。こちらのご覧の店舗様で実施中です。読めるんですか。ちょっとアップしてもらっていいですか。はい、すいません、読めないと思います。はい、詳しくはあの店舗の名前を、
はい、店舗の名前を、店舗の名前を、はい、詳しくは公式ホームページに載っておりますのでぜひ皆様、こちらの店舗様でお求めください。で、味はですね、カシスとブルーベリーと、あともう一つ、ハテナが入っているミステリードリンクです。ハテナが入ってる、はい、ハテナが入ってますので、皆様ぜひ飲んで何が入っているか当ててみてください。なんかさっきすごい音してましたけど、これだったんですね。そうなんですよ。ガラガラガシ。どうですか、味は、味の方はいかがですか。いや、美味しいですね。なんか3つ目の味って何なんですかね。カシスととりあえずなんかベリーが入ってるんですよ。カシスとブルーベリーと何かが入ってる、目に優しい感じで、はい、ね、疲れ目には、ジューサーバー、ゴーストトリックを飲んで、ゲームをするみたいな。はい、CM 番組になってますね。ということで、詳しくはぜひ公式ホームページご覧ください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。でもう一つお仕事していっていただければ、はい、はい、まだあるんですか。では、すみません、はい、最後ですね、はい、はい、ここでキーワードを発表させていただきます。キーワードね、はい、キーワードは、おです。おどんどん宣伝、どんどんいかないと、巻いていかないと。はい、まだある、はい、はい、ゲームの話は後ほどちゃんと。 E3 の話はしたんでしたっけ。 E3 の話はまあいいか、この後もっぺんします。はい、はい、じゃあ、はい、どうも、はい、どうも、こんにちは、カプコン、こんばんは、こんばんは、こんばんは、カプコンオフィシャル通販サイトの E カプコンのスタッフの八重と、同じく E カプコンスタッフのかなです。今日はね、はい、ネットTV らしく通販の CM をしにやってまいりました。はい、では紹介してください。はい、では、いよいよ、明日発売の、ゴーストトリック、E カプコン限定版の、今日はご紹介をさせていただきます。はい、もうね、ご予約いただいている方も書き込んでいただいているようだったんですけども、今回のじゃもうちょっと前にずいずいとソフトとこの、豪華2枚組の CD がセットになった E カプコン限定版なんですけども、なんとこの CD にはですね、ゲームに収録されている全楽曲が、収録されているんです。さらにはですね、フルカラーブックレットには、こちらでもっしゃもっしゃの全部のすを食べている方たちのですね、貴重なコメントの方も収録されております。本気で本気食いですから、ね、音楽はですね、逆転裁判、サウンドの生みの親ともいえる、杉森正和氏が、今回作曲を手掛けられています。はい、ね、もうさっきの PV の中でもあったように、はい、新鮮さの中にもどこか、懐かしさが漂う山頂、サントトラックは必聴ですということで、こちらの価格は、はい、この、ですね、CD、2枚組のサントラがついて、この豪華な限定版はですね、なんと、税込み価格が5555円というお得価格になっております。はい、はい、そうなんです。ね、通常版が、税込み5040円とのことなので、はい、500円ちょいで、こんな立派な、はい、サントラの方がついてきます。あと、今日もう一つ紹介するものがあるんだよね。はい、はい、さらにですね、今回、あ、すみません、すみません、はい、さらにですね、ゴーストトリックの全てが詰まったコンプリートガイドが登場します。初めて見た、はい、でこちらはですね、設定資料集や、主要開発メンバーの座談会、さらに、厳選ゴーストツイートの、再読など盛りだくさんな内容でお届けします。はい、あとですね、これちょっとアップになるかわからないんですけど、うちのイカプコンの限定版の方はですね、これカノンちゃんが、ヘッドホンして音楽聴いてるんですけど、こっちは、なんと本で、座って DS を遊んでいるという風に、はい、イラストがね、ちょっと芸妓な感じなんで、はい、ぜひ、ね、セットでちょっとお楽しみいただければと思います。はい、でこちら、ちなみに書籍の発売日の方は、はい、発売日はですね、7月の24日となっております。で、E カプコンの方でもですね、近日予約開始予定なので、ぜひチェックしてください。はい、とまあ一気に説明させていただきましたが、完全に CM だったので、はい、全部のせが食べれると聞いてきたんですけども、はい、ぜひ、はい、E カプコンでお待ちしてます。ありがとうございました。ところで、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。質問で、CD の曲名はクリア後に見た方がいいんでしょうかっていうのもあるんですけども、どうなんですか。一応、今回はね、発売日に同時に届くということで、はい、まあ、見てもその分からないような曲のネタバレにはならないように考えてつけてみました。はい、安心していいですと。はい、まあ、でも見ない方がいいかもしれないですけどね。じゃあ、はい、見ない方がいいです。はい、はい、
匠さんにもっとお酒を。匠さんにもっとお酒を。僕飲んでないですよ。ね、お酒はあんまり。一応勤務時間中なんで。ね。はい。終わった瞬間にまず飲み出すのはね、竹下さんの方ですからね。いやいや、やめてくれるかな、俺がそんな飲んだくれみたいに言うの。どんだけビール、缶ビールの缶を並べるのかっていうことです。え、いやいやいや、新幹線で。あー、新幹線で最近よく出張で2人で行くんですけどね、はい、なんか何かというと乾杯というか、僕はなんか飲まないんですけど、ね、いやいや、飲もうや、お姉さん飲もうよ。あ、1回でも思っていただいたことがあって、あの説は2回だと思うよ。ありがとうございます仕事で変えさせていただきます。はあ、そんなところ で、 です、ね、このお二人が、はい、ゴースト TV を見ていただけるかわかるかなと思うんですけど、あの企画がこれからちょっと流れます。何ですか？はい、ダジャレ発信企画、ゴーストトリークでございます。あ、いただければ。はい、E3 話をですね。VTR 行って。ちょっとこういうゲーム作っててなんですけど、信じてないかも。たくみさん、ちょっと行きましょうか。行く、題してゴーストトリック。はい、はい、じゃあ出発お化け屋敷とかそういうのはどうですか？お化け屋敷もね、あのホーンテッドマンションに行ったぐらいから全然怖くないんで。お化け屋敷ないですね。怖い体験っていうのは考えてもなんか一つも思い浮かばないですね。お化けではないよ。すごいな。彼も人の子ですね。そうやね。やっぱり一番怖いのは人間よね。それ行く前に言っちゃって。クリートジャングルの真髄を。マジっすか。どちらがチキンかという。おお。雨音、どちらが雨男かに続き。雨男か。そもそもこの雨をこの雨をどう説明するかですよ。俺じゃねえ。それ僕だということですか。多分。チキンね。いや、僕ね、あの、うん、肝試しか行ったことがないんで、うん、あのね。未知の領域かもしれないですね。全く平常心なんですけど今。ちょっと行ってみましょうか、はい、寒くなってきたし行きましょうか。これから怖いところに行っていただいてですね、はい、良きところで、はい、まあこのはい、はい、このパッケージを、はい、宣伝をどこかで撮っていただければと。なるほど、はい、虚空に向かって じゃあこうしていきましょうか。捕まるかな。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょうか。はい、気をつけて。はい、はい、行ってきましょう。車に気をつけて。前は、はい、12時ぐらいに、はい、ナンバーの映画の帰りに、はい、すんげえ土砂降りになり、はい、車で、はい、でこう一歩前を左折しなきゃいけなかったところを、はい、ちょっと過ぎてしまい、次でも行けんだろうと思って、うん、安易に曲がったら、うん、えらいことになり、車で迷ったんですか？車で。なんだろう。あれ階段ですか？階段。階段は分かりますか？階段登るんですか？車だったからね。その時は。そうですね。階段は僕はちょっと階段も階段ダメなこと。はい。はい。じゃあまあその方に行っていいですか？はい、はい、ゴーストっていうより結構罠イメージですけど、うん、まあ、でもなんか映像名作かなんかロマンチックな感じですしね。なんで竹下さんと。門を閉ざしてますよ。門を閉ざしてますよ。門を閉ざしてますよ。そうですね。これは計算通りなんですか？これはどうします？まだ
まだコンティニューですか。マジっすか。取っていただこうかなと思いますんで、お二人ちょっと行っていただければと思います。はい、足元か危ないです、うん。大丈夫ですか。危険です。はい、あ、でもそっちとこなんかどうですか。高速っぽくあれこっち。でもいや、ハイルナ的なのもありますよ。これ越えていくのはちょっと確かにちょっと、これは怖いですね普通に。これは怖いですよ。これやばいですね。これはないわ。これ怖い。ゴーストトリックに豪華2枚組サウンドトラックがついた E カプコン限定版が登場。クリックナウ。まあ、結局 CM トリックみたいにね。なんかいやでもね、いやとても怖かったです。ああ、あ、じゃあ次のコーナー。ああ、はい、いやいや、せっかくですから、なんですか。はい、ゴースト、まあ、トリック、トリックね。結局やっぱ雨でしたね。雨降りましたね、あれね。雨でしたね、うん、俺じゃないと思うけど。毎度毎度そうですね、ね、お二人がその、うん、歩いてると、はい、怖い雰囲気になって、そういう楽しい雰囲気になっちゃうんだっていうのは、あ、楽しかったですね。ね、はい、普通にこう会話しながら、なんか喧嘩になっちゃいましたよ。あれ。じゃあ普通に会話してて、はい、こう通りすがる人がいると、はい、ちょっとね傘差しながらなんか野郎二人でなす、うんうん、ね、怪しいとか歩いてたら、はい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 、ね、この二人怪しいんじゃねえかと思われてたら嫌だな。歩いてる横でね、竹下さんがこうして通りながら歩いてるんですから ね、 ね、あの絵はちょっと。ちょっと強烈でしたよね。かなんか途中でなんか人とすれ違ったじゃないですか。そうどうしようと思いました、あの時は、ね、はい、それが一番印象に残ってるかもしれない。はい、はい、そんなゴーストトリックでございましたが、ツイッターの方は、はい、ツイッターの方ですか。はい、はいはい、限定版の宣伝ばかりしているような、そうですね。それ僕が書いたんですよ。あれ。あ、ちょっと、まあ、はい、見てたやつちょっとつなぎでちょっとつぶやいてみましょう。はい、はい、なんと、うん、ね、質問面白かった、面白かった、ありがとうございます。ありがとうございます。優しい、ありがたいね。ありがたいですね、本当に申し訳ないです。なんで謝んねん。そうですね、はい、そうですね。まあ、CM、そうですね、なんというグダグダ企画、うん、そうですね、いくらインターネットとはいえ、はい、公共の電波をこのように使って。おお、あ、これ公共の電波なんですか。女子的なもんじゃねえだろ。インターネットの回線は使ってる。ちゃんとしないとダメですね。もうちょっとこう、はい、襟を正していきましょうです。そうですね。立ってますよ、ちょっと。本当だ。はい、